フランツバルター・シュターレッカーフランツバルター・シュターレッカーは、ナチス・ドイツ親衛隊の将校。戦時中、殺人部隊アインザッツグルペンの指揮官をしていた。最終階級は、親衛隊少将及び警察少将、法学博士号を所持。1900年、シュテルネンフェルス生まれ、中ビンゲン大学で法学を学び、博士号を取得した。1933年5月に、 ナチス党に入党。1934年には、ビュルテンベルク州のゲッシタポ長官となる。さらにラインハルトハイドリヒに抜擢され、SD 本部に配属された。1938年に、オーストリア併合があった後は、アインザッツグルッペンウィーンの指揮官となり、ウィーンの SD 司令官となる。同時に、新衛隊大佐に昇進した。米面命令保護領の警察指導者。 カール・ヘルマン・フランクの下で、プラハ保安警察及び SD 司令官として働いた。さらに1940年5月には、ノルウェーの保安警察及び SD 司令官となり、新衛隊上級大佐に昇進。その後、ハイドリヒと意見の相違があり、SD を離れて外務省へ移った。1941年6月、新衛隊少将及び警察少将となり、 ハイドリヒからアインザッツグルッペ A の司令官を命じられた。シュターレッカーとしては、この任命を通じて国家法案本部へ帰り咲きたかったという。アインザッツグルッペ A は、北方軍集団に従って行動し、バルト三国からレニングラードへ向けて進んだ。道中ユダヤ人やロマ、共産主義者、その他ナチスにとって好ましくないものを大量に虐殺した。シュターレッカーは、 ベルリンにアインザッツグルペーが249,420人のユダヤ人を殺害したことを報告している。1941年9月、レニングラード地区のソ連のパルチザンを追撃して北部戦線へ移動し、11月8日にオストラント法案警察及び SD 司令官に任命される。だがこの作戦中の1942年3月23日に、 ガッチーナ近くでパルチザンから受けた攻撃により負傷し、リガの病院で治療を受けたが3月23日に死亡した。彼の葬儀はブラハで行われた。ありがとうございます。